加計学園と文科省の記事、大丈夫か？朝日新聞と民進党、第2弾。おとといの記事で濁していた部分を少し詳しく書きます。加計学園関連の文科省内の文書とされるものが朝日新聞に報道されたわけですが、おとといの早い段階で、我々は誰がメディアに持ち込んだかを特定できていました。このところ、当該人物は、様々な経緯から要注意人物としてマークされていました。朝日に掲載された文書は、この人物が偽造した可能性や、似た文書が文科省内にあったとしても、この人物が過失や改ざんして持ち込んだ可能性は否定できません。だからこそ、断定的に文書を取り上げることは危険であると指摘したのです。朝日は、この文書について当該人物以外にダブルチェックできていないはずです。そして、民進党は、どのメディアから文書を入手したのでしょうか？まさか、一部メディアが政権を追い落とすことを目的に民進党と結託したということはないと信じたいですし、まさか民進党はメディアの情報の裏付けも取らずに断定的に取り上げているのではないと思いますが、第2の永田メール事件になりはしないでしょうか？ネットユーザーの反応、ただ疑問を呈しただけで、安倍の手下、自民党の飼い犬、自公政権の別動隊呼ばわりする。頭の悪意リプライがいくつか見られたな。ただの疑問の提起なのに、テレビからは、一日で消えたネタに、テロ朝だけは必死に印象操作報道してるけどね。最初のやつは、下記写したとしても後から出てきたやん。民進党のおかしなところ追及するのはいいけど無理筋はやめてくれ。入ってても、単なる業務指示。本物には間違いないだろ。マジでチョンみたいだね。内容が、本当のことだとしても。誰かが作成したものでしかないのに公文書だ。どや、って出したらダメなんよ。だから、もうなってる中に、玉金の身柄を保護しておかないと。ほぼ、第2の永田メール事件になることは、疑いない。民進党は、早めに、撤収した方が良い。で、誰なん？要注意人物とは、まあそもそも、民進党議員や4県の知事が、今治市に、長年積極的に誘致していたのに、民進が政局ネタにするために潰そうとしてるんだから呆れるわ。一番の問題は、仮に、この文書の内容が正しかったとして、どういう違法性があるのかってことだな。違法性がある可能性がゼロと証明できない限り、疑惑を追及するふりで印象操作できる。本物には間違いないだろ。マジでチョンみたいだね。民進党も、暇だな政策で勝負しろよ。しつこいね。もう少し日本のこと考えろよ。筋はやめてくれ。入ってても、単なる業務指示。本物には間違いないだろ。マジでチョンみたいだね。内容が、本当のことだとしても、誰かが作成したものでしかないのに公文書だ。どや、って出したらダメなんよ。だから、もうなってる中に、玉金の身柄を保護しておかないと、ほぼ、第2の永田メール事件になることは、様々な経緯から要注意人物としてマークされていました。朝日に掲載された文書は、この人物が偽造した可能性や、似た文書が文科省内にあったとしても、この人物が過失や改ざんして持ち込んだ可能性は否定できません。だからこそ、断定的に文書を取り上げることは危険であると指摘したのです。朝日は、この文書について当該人物以外にダブルチェックできていないはずです。そして、民進党は、どのメディアから文書を入手したのでしょうか？まさか、一部メディアが政権を追い落とすことを目的に民進党と結託したということはないと信じたいですし、まさか民進党はメディアの情報の裏付けも取らずに断定的に取り上げているのではないと思いますが、
第2の永田メール事件になりはしないでしょうか。ネットユーザーの反応。ただ疑問を呈しただけで、安倍の手下自民党の飼い犬、自公政権の別動隊呼ばわりする。頭の悪意リプライがいくつか見られたな。ただの疑問の提起なのに、テレビからは一日で消えたネタに、テロ朝だけは必死に印象操作報道してるけどね。最初のやつは下記写したとしても後から出てきたやん。民進党のおかしなところ追及するのはいいけど無理。加計学園と文科省の記事大丈夫か。朝日新聞と民進党第2弾。おとといの記事で濁していた部分を少し詳しく書きます。加計学園関連の文科省内の文書とされるものが朝日新聞に報道されたわけですが、おとといの早い段階で我々は誰がメディアに持ち込んだかを特定できていました。このところ当該人物